今日はモレリアネオ4ベータジャパンを履いてみたいと思います。モレリアネオ4は天然芝、土、人工芝兼用で、今現在何色かカラーがあり、3万800円で販売されています。前作のモレリアネオ3ベータからいくつか変更されていて、中足部のメッシュ素材、ニット素材と履き口周りの形状、アウトソール構造、インソール素材が変更されています。前足部には希少価値の高いウォッシャブルカンガルーレザーを使用、中足部のメッシュ素材は軽くて柔らかい日本製素材を採用、さらなる素足感覚を追求。ベアフットニットネオ、履き口周りのパターンを見直し、より足に沿うようなニット形状を追求。足との一体感を追求したニットパターン、ベータならではの素足感覚を実現。アウトソール構造はモレリアネオ3の基本設計をベースに、より素足感覚のアウトソールへアップデート。シャンクパーツを Y 字構造に設計することで突き上げ感の低減を追求。前作のインソール設計を変えることなく、モレリアシリーズでも採用しているスウェード調の起毛素材をモレリアネオシリーズでも初めて採用。柔軟性だけでなく、汗を含んだ状態でも適度なグリップ力を発揮するインソールにアップデート。素足感覚を生み出すために設計された足型、長年のシューズ作りで培ってきたミズノ独自の技術を使い、さらなるフィット感覚を追求したエンジニアードフィットラストネオ、前作に引き続き採用しています。現代のフットボーラーたちの足型に合うように、細部まで綿密に再設計されています。